はい、今日はね、まあ、今ここ八花堂なんですけど、上田橋のね、志村三丁目駅の近くにあるね、白山公園までね、お散歩に行こうと思います。まあ、お散歩がてらにね、また適当にね、タイムラプス撮影をしてみようと思います。いや、いい天気ですね。秋晴れです。はい、またそこのローソンでね、いつものこの大豆のスティックを買って向かいます。はい、またね、団地のあるところまでやってきました。今度は団地の中は通らずに下に下って志村三丁目に向かいます。そこにある白山に向かいます。まあ別に用事があるわけじゃないのでね、まったりとね、風景見ながらね、散歩していきます。まあ、さっきのところが前の町6丁目公園ですね。今回はね、左側を通っていきます。まあ、どっちもつながってるんだけど。鳴ってます。あまり美味しくはなさそうだけど。ここにも柿が鳴ってるけど、誰も持っていく人がいないようです。もったいない。まあ今日もね、適当なね、撮影でございます。散歩ついての撮影でございますから。適当でございます。ここは110円か、高いな。この辺の平均的な価格帯から比べると高いなって感じです。だいたい100円だからさ。風も気持ちいい、爽やかですよ。葉もいい感じになんか色づいてますね。綺麗綺麗。金カメラになっております。はい、首都高が見えてきましたが、まあ、その向かい側がね、まあ、城山公園ですよ。もうすぐです。こっちの方に行くと、いつもよく行ってる三木公園がございますね。ここまっすぐ行くと、まあ、レストランもあるんだけど、私はこっち側の方からちょっと白山公園登っていこうと思います。ここの缶ジュースは100円ですね。これが板橋価格。
もっと安いとこあるけど。はい。まあ今日はね、紅茶ではなくてコーヒーを飲みます。まあそこを右に曲がってね、行きます。まあちょっとね、油断してコーヒーをこぼれてしまいました。まあいいや、っていうしかないよね。それ以外に、なんて言えばいいの。それ以外に言う言葉は思いつかないんだけど。まあ、私はね、前の方から上に登ってみます。あれはもう都営三田線ですね。こっち側の方に志村三丁目の、ね、駅がありますよ。あとね、郵便局があるんだけど、夜とかね、荷物を受け取りたいときはね、あそこまで行かなければいけない。そういえば今問題になってるね、配達員の不足で、なんか値上げとかね、賃金、日本だけじゃないんだよね、中国もそうなんだよね、タワーバーでさ。大変だな。夕方とか夜、まあ遅く帰ってきてね、受け取れないときに、かつね、荷物をすぐに受け取りたいときはね、もう直接そこに行けばね、受け取れます。そこからね、上に登ってきます。まあ、ここから上に登っていきますけど、ちょっとね、先にゴミを捨ててきます。はい、そっちの方にまあゴミとか、まあ、駅なんでね、あるんで捨ててきます。都営三田線の志村坂上駅でございます。ここの駅長もまだそんなに色づいてはないですな。ここの駅長はいい感じに色づいてますね。はい、じゃあね、登っていきます。で、この上の方でね、タイムラプス撮影をしようと思います。あー、すごい気持ちいい、空気が爽やかです。ちなみにここはね、なんか平安時代まで遡れる城跡だそうですよ。まあ外堀とか埋められちゃってるんだけど、うん、あ、いい感じの歩道がある。あとで散歩しよう。やばい、これは思った以上に木々が成長していて遮られて、タイムラプス撮影ができないパターンかな。志村白山公園でよく見られる野鳥、樹木だそうです。うん、まあここでちょっとやってみようかな。はい、こんな感じでタイムラプス撮影を始めました。はい、じゃあね、タイムラプス撮影を終了しようと思います。